芋虫発見、木揚げ葉超かな、立派なうんこをしている三つ葉を食べて、花が咲いている三つ葉もあれば、もうすでに種になっているのも、こちらの芋虫も立派なうんこをしている。三つ葉とみょうがとかぼちゃの花も咲いたみたい。